黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけバラエティートーク。ほのけバラエティートーク、番組前半は X で募集した投稿からほのアワードを決めるお時間でございます。今回募集していたのはこちら、夏のキュンゼリフ選手権。やだあ、いやでもキュンキュンするのは好きなの。でも考えたのが君たちだしなでも秀逸なやつも来てるかもということで、今回はちょっと作家先生に割とチョイスをお任せしたので、作家さんのキュン作家さんにも刺さったのかななんて思いながらちょっと確認させていただければと思うんですが、その前に前回の生放送のゲストでございました星谷美代ちゃんからも、まあ夏のキュンゼリフとか、まあ私に言わせたいことをもらっておりますので紹介させていただきます。お祭りといえばやっぱりかき氷だよね。私はブルーハワイにしたよ。一口食べる？ほら、溶けちゃうから早くして。みよ、あー、みよ、みよ、みよすっごいゴーンってみよちゃんもごもごもごってなってますけど、かわいいじゃん。かわいい、あーんだって。かき氷ね、いいよね。かき氷この前食べに行ったんだ。女性声優と幸せな時間だった。おにょ。よし。じゃあ行くか。まずはこちら。待って、これちゃんと読むんだっけ？普通に。違う、なんかセリフとして読むんだっけ？だってこの後二時期もあるんでしょ今日。くそ、うわ、キモ。あ、ごめんなさい。あの、エアさんからいただきました。エアさん、ありがとうございます。エアくんの部屋に上がったのいつぶりだろう。ゆっくりしててって言われても落ち着かないな。あれ、このおもちゃの指輪って。子供の頃、お祭りで幼なじみと交換した指輪を思い出すのであった。キモい。自分の名前入れてるところがもうキモい。お口直ししたいよ。ムーさんからいただきました。ありがとう。ねえ、今度の夏祭りは浴衣で行かない？夏といえば浴衣デートだと思います。あ、待って、これこれセリフじゃなかった、待ってあ、一行だけじゃんセリフ。ありがとう、もう一回を。ねえ、今度の夏祭りは浴衣で行かない？これだけでした。この後はオタクの文章夏といえば浴衣デートだと思います。夏祭り当日予定より早く着いて、彼女がどんな浴衣か想像したり、人影が少ないところで、え、人影が少ないところで屋台で買ったたこ焼きと焼きそばを食べ合ったりと、ドキドキする展開を妄想できるこの言葉を彼女に言われたい。彼女いないけどといただいております。ありがとう。彼女作ろうね。よし、続いてハムコさんです。ありがとう。はぁ、やっぱクーラーの下で食べるアイスは最高やわ。あ、自分の家みたいにくつろぐなって。しゃあないやん、私んちのクーラー明日まで直らんし。あ、今日泊まるからよろしく。ただれてるわ
はこういうのがいいの？結構だからグイグイ系な感じが好きなんだね。メモメモこいつもいいぞ。続いてデカメロンさんです。ここからここまで全部解けたら先生が一緒にお祭り行ってあげる。これいいですね。これは120点、いいですね。キモい。ゆうきゅんさんからいただきました。ねえ、桔梗の花言葉って知ってる？変わらぬ愛。彼女は振り向いて私に微笑んだ、みたいなのはどうでしょう。桔梗は夏の花でとっても綺麗です。ゆっくり一緒に花を見に行くことが好きです。聞いてないんだけど聞いてないこと言ってきた。変わらぬ愛ってこと？そんなやついないってキャー。よし、続いてチーカマザウルスさんです。一緒に水着買いに行こう。一緒にのところにこのゴマみたいなこの強調がいっぱいついてます。ゴマみたいなやつ言われてーなーって、かっこ大声って書いてますね。言ってあげたよ。トレンチコートさん、夏みたいな熱い恋愛してみない？どんな恋愛なんすかねって来てる。なんでお前クールぶってんの？お前が言われたいことじゃないの？なんでそんな冷めてんのさ。うわー、アインハルトさん、なあもう暑いんだから離れて。エアコン直ったらまたくっついてきていいから。なんですぐエアコン壊すの？オタク設定温度低すぎるんじゃない？エアコンの気持ち考えなよ。すぐぶっ壊す。うわあ、水もさん、はい、これパピコ半分あげるよ。こういうのこういうのこういうの、ハップこういうの、ありがとう。本当一気に爽やかな空気になりました。ありがとう。かわいいね、パピコ。私も好きだし、2個。うわしーちゃんです。なんか今年の夏は特別になっちゃったね。こんなん言われたら寒いぼやろ、かゆなってきた。そうなんだ、みんなこういう感じなのね。ラストかな。たくまーさんです。君の隣にいると夏の暑さを忘れるほどに顔が熱くなるんだ。あ、頑張って消化した。こういうのを言われたいの？なんか周りくどくない？めっちゃ楽しい、好きってことでしょ？まあでもそれ一辺倒だとまあときめきが少ないか。そう思うとまあみんないい言葉なのかもしれない。ありがとうみんな。私今まで間違ってた。ときめきってこういうことだよね、キュンってこういうことだよね。わかりました、ありがとうございます。ということで、紹介は以上。賞はこの中から選んでいいの？確かに。うわでもうわ、どうしよう。キモいでしょうになっちゃうよ。どうしよう、かわいそうじゃん。改めて症状をさあげるのはダメだよ。そんなひどいことできない。じゃあ
かわいいでしょうだな。かわいいでしょうは水もさんです。はい、これパピコ半分あげるよ。これこれこれがいい。あ、パピコ片方だったわ。ニコニコ半分だと思った。いいですね、これかな。優秀賞でもこれ優秀賞あげちゃうとなんか私の癖が。まあいっか。優秀賞はデカメロンさん。ここからここまで全部解けたら先生が一緒にお祭り行ってあげる。癖がでもよくない？いいな。うわどうしよう。とってもいい。やっぱ大人なちょっと女性っていいんだよな。私の好きなのはこの2つでございました。皆さん勇気を出して送ってくれてありがとうございます。じゃあ続いてのお題をここで発表しようかなと思います。こちら、声優業界あるあるを勝手に想像、これでございます。まあ私も声優業界あるある出せって言われたらなんか難かったんですけど、1個言うとしたら、あるあるじゃないかもだけど、今ファッション業界で流行ってるナイロン素材のシャカシャカのズボン、早く流行り落ち着かないかなって思ってる。多分これ女性声優の気持ち割とここだと思うんですけど、シャカシャカのズボン流行りすぎてどこもかしこもシャカパンばっかりでさ、ちょっと現場には履いていけなくて困ってます。可愛いんだけどね。だからダンスしかない日とか現場がない日は履いてますけど、なんかあるある、これあるあるじゃないっていうのありましたらぜひぜひリプライで送ってください。あと YouTube のコメントでも投稿することができますのでお待ちしております。以上ホノアワードでした。ということで後半に続く。黒木ほのかのシークレットショールーム、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りします。